この動画の初注意。ゆっくり朗読です。でも早口です。誤字脱字、読み間違いが多々あります。誤字脱字、読み間違いが本当に多々ありますので、テロップで確認してください。時折、現代では使われてないような表現が出てきます。以上、苦手な方はブラウザバックしてください。無人島に生きる16人、須川邦彦。見割り櫓。翌朝、しらしら明けであった、夜中から、小笠原と交代して、見割り当番をしていた末船が、テントに飛び込んできた。船長、大変な勇気です。浜に、たくさんの材木が、流れ着いたというのだ。みんなを消せ。私が言うと、末船は、大声で怒鳴った。総員、勇気を拾え。それ、一同は、飛び起きて、浜辺に走った。なるほど、一面の勇気だ。大小の丸太、角材、板、空樽などが、夜の間に流れ着いていた。これは、我らの湧水丸が、砕けて、バラバラになって、乗り上げた暗礁から、流されてきたのだ。みんな、悲しい、懐かしい気持ちになって、小さな板切れまで、すっかり拾い集めた。中に、太い円材が、2本あった。湧水丸のほけたである。これはいいものが流れ着いたと、一同は喜んだ。これと、三角いかだの1骨にした円材と、3本の長い円材を、すぐ砂山に運んで、砂山の上に、見割り櫓を建てる作業を、始めた。大きな円材など、重たい長いものを、船では、普段取り扱っているが、それには大きな滑車や、太い長い柵や、いろいろの道具を使って動かすのである。今我々は、そんな道具を何も持っていない。しかし、運転士と水夫長とは、この方面にかけては、それこそ、日本一の腕前があるのだ。いろいろと工夫して、賛美がかりで、立派な三本足の櫓を、砂山の頂上に建てた。まず、砂の上に、三本の円材を建て、そのてっぺんを三本一緒に、しっかりと、丈夫な柵で縛った。そして、その少し下に、横木を縛り付け、この横木に、板と丸太を渡して、見割り板の立つところを作った。上り下りの階段には、横木を縛り付けた。櫓の高さ、4メートル半、砂山の高さと合わせて、海面上からは、12メートル半である。この頂上に、昼夜、見割り板が立って、通る線は見逃すものかと、ぐるりと島を取り巻く、半径7海里半の水平線を、一心込めて見は、るのであった。さて、櫓から、通りかかった線を見つけても、線の方では、無人島に、16人が住まっているとは、思うまい。そのまま行ってしまうに違いない。そこで、線を見つけたら、信号を、しなければならない。こういう場合に、ここに人がいる。助けてくれ。という信号は、煙を上げ、火を見せることで、この信号は、世界中、どこの国の船員にもわかるのである。櫓ができると、早速、かがり火を焚く支度をした。櫓の下の砂山の上に、魚の骨、亀の甲、枯れ草、板切れなどを、3、ところに積み上げ、雨に濡れないように、ほ布をかけた。そして亀の油を入れた石油缶を、手近に置いて、いざという時、晩年日から歌手を、取って、大かがり火を焚き油を、かけて、どんどん、煙と火を上げようと、待ち構えた。こうして、見割りを怠らなかったが、その間には、雲のかけら、海鳥の飛ぶ姿も、線かと思ったり、また、夜ともなれば、あ、線の明かり、と、星の光に、胸を躍らせたことも、たびたびであった。島を中心とした、まん丸な水平線に、ただ目を凝らして、通りかかる線を、一日秋の思いで待った。だが、線はいつ通ることか、1、月後か、1年後か、あるいは、しかし、いつかは、きっと通るに違いない。